どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ブリズラです。ということでね、今回もマイクラ都市伝説を見ていこうと思います。今回もね、ワイルドドッグさんのね動画をお借りするんですけど、ちょっとね変わってるのわかる？背中のグリーンバッグとか買ったんですよ。あともう一つね、いただいたものがありまして、ファインファインさんの K658 っていうこちらのマイクね、いただいたんですけど、すごい音質がいいんですよ。見た目はね、こんな感じで、ちょっと光ってるんすよね。で、マジでくしゃみ出そうな時とか、くしゃうえ、うふえ！ちょ、今の聞こえてなかったよな。ということで、今回の都市伝説は、ディスティッド・アレックス、ゆがんだアレックスって言うんですけど、こいつはね、村を荒らすのが大好きならしいんですよ。こいつやばくね？こいつ人間じゃねえわ、もう。それでは早速、見ていきましょう。まずは、村壊すっていう、なかなかやばいプレイヤーなのかな？やっぱプレイヤーっすよね。都市伝説系って全員。まあみんな4人でプレイしてんのかな？この人たちは。なんか喧嘩始まってるけど。なるほど。お、すげえすげえ。めっちゃ探索してるやん。めちゃくちゃ探索してる、この人たち。なんか殺されてるぞ。一人殺されたぞ。村を作るみたいな。多分今から多分この人たち村作るんでしょうね。今から。うん。なんか一人増えてない？あ、5人おったわ。すいません。5人いましたね。なんかできてる。地下みたいなやつが。ブランチマイニング場。あ、ここ行こうと。全員でここ探索しようと。なるほど。あ、なるほど。ブランチマイニングね。ブランチマイニングしてんのね。この人たち。なんか奥におるくね？あ、びっくりした。普通の人、レインボーの人や、レインボーの人。ほう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 。お、すごい。え？すごいって。すごい長いじゃないかって言ってましたね、今の人。わお！ダイヤモンドって言ってますね。おお、やっぱダイヤモンドは、全員欲しいやつっすよね、マジで。うん。俺も欲しいもん、今。うん。おお、一個だけしかない。シャベルしか作れねえ。シャベルか、エンチャントテーブルぐらいしか使えないですね。さて。さ、戻っていくのかな？なに今の。おお、なんか今、どこかしらか、クリーパーが出てきたけど。え？どっから来たんだって今のクリーパー、言ってますね。え？確かに空中から今出てきたよな。空中からなんかポーンって謎のスポーンしましたね。ちょ、怖い音楽流れてますけど。これは、襲来するのか。ディスティート・アレックスが。おっと、なんかやばいぞ。おお、なんか生首を置いてる。謎のジャイアントじゃない。アレックスのなんか生首落ちてますけど。こーわ。なんかさ、家壊れてない？家ぶっ壊されてるんですけど。いや、これは許せねえよ。俺のとこに来たら。うん。うわ。なんだこれって言ってます。ちょっと、これは大問題よ。これはもう追放っすわ。見つけたら。誰がやったんだって、これ、みんな疑ってる状況っすね。うおー！うるせ。今、ひょっこりしましたね。ディスピート・アレックスが。見たかって。今の見たかって。はいはいはい。こっち見てたぞ、アレックスがって。今やばなかった、アレックスの顔。見えました？見えてなかったら、止めてもらって、はい。おーは夜になる。しかも夜っていうのがもっと怖いよね、これ。なんかもう左上に飛んでる。左、よく見たら飛んでるぞ、左。おい。おぶね、今ずっとさ、文字見てたから気づいたけどさ、飛んでた、左。なんで気づかんねん、こんな4人、5人もおんのに。なんか増えてない？さあ、ちょっと貴重品は持っておこう、みたいなこと言ってますね。貴重品はやっぱ持っておかないと。何？あ、違うか。例えば、音楽流して、和ませると、その場を和ませて、
まあまあまあ、パーティーしようじゃないかと多分、そういう考えなんでしょうかね。俺やったら絶対しやん。うん、そんなこと。キャット、キャットやって、キャット。キャットって、キャットっていう音楽なのかな、これは。なんか、生首取ってる。お家が。お家、あ、壊れてないか。お家壊れてないわ。よく見たら、家壊れてなかったっすね。え、なんか、謎の絵があるぞ。何これ?怖っ。え?家が!家がちょっと壊れた!家ちょっと看板一個取れた!うわ、ノーって!うわ、もう嫌やだ。それ、家の前、バカ。しっかり直していくと。直していくと。これがもうプロマインクラフトやつね。どんどん謎の爆発が起きてる。いや、これ家の中に逃げたらもっと危険やで、ま。今日なことしやがって、ディスティート・アレックス。ノー、モット。モットは入れてないと。ドッキリなんじゃないかってこの人は言ってますね、前の人。でも、モット入れてないと。これはバニラのマイクラだって。言ってるけども。そんなバニラのマイクラではこんなんはないんですね。本当はね。でも、こういうのがあるって。覚えておいてください、皆さん。あるんすよ、こういうのが。わかんないけどね。さあ。さあ、未だに現れないと。多分、どっか見失ってるんじゃね、俺。どっかおるっしょ。しっかり見ないと多分ね、ちって、やばくね。いや、ウィザー召喚しようとしてたんくない?もしかして。危な。ソウルサンド、おぉ!また爆発した。TNT の爆発じゃないよな。ちょっとでかいもんな、TNT より。よー、やばいやばいやばい。今なんか空中から弓矢で、矢が出てきてなかった。これはもう、ダイヤフルで戦わないと、これ勝てないんです。ボーデンよりワンチャン強い。いや、ボーデンより強い、これは。謎の土置く音聞こえるん、あ、これは普通のプレイヤーが置いてる音か。いや、置いてもすぐ壊されると思うんすけどね。なんかあれ、地図の方向めっちゃ変わってんだけど、ほら。地図が回されてる。ディスティード・アレックス、ちょっと、可愛い。うおぉ!こわ!こわ、いつ。あ、死んだ!ある。皆さんどうでした?ディスティード・アレックスに会いたいですか?俺は会いたくないです。もしよければね、最後に。チャンネル登録と&高評価お願いします。あとね、こちらのファインファインさんのこちらのマイク、皆さんもよかったら、いや、マジで音質いいんで、買ってみてくださいと。ミュートボタンもね、もう簡単に押せちゃうということで。あと、この箱可愛いんで、もしよければ買ってみてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイビー!